ホッピー。ホッピーとは国家飲料株式会社、現、ホッピービバレッジ株式会社が1948年、昭和23年に発売したビール様清涼飲料水、炭酸飲料でビールテイスト飲料の一種である。また、焼酎をこれで割った飲み物もホッピーと呼ぶ。ホッピービバレッジ株式会社は飲料関連を主体とした。 ホッピーの登録商標、日本代153万4522号他を各種取得している。飲料関係以外の商品、区分では同社以外による取得もある。発売当時、ビールが高値の花だったことから、ビールの代用品の焼酎割り飲料として爆発的に売れ、合計3度のブームが発生している。消費の主要エリアは、東京、神奈川、 埼玉の1と2県で8割を占め、2000年代後半以降も、急速な販路規模拡大の移行はなく、関東圏を主体に、地盤強化を築く展開を行うとしている。業務用と家庭用の比率は6対4と業務用が多くなっており、現在でも東京、特に京成電鉄沿線を中心とした下町及び、神奈川県横須賀市の大衆居酒屋では、定番の飲み物である。 ミニコミ氏、酒とつまみの編集者、大竹里氏によれば、中央本線の東京高尾館では、全32駅すべての周辺に、ホッピーを扱う飲食店があるという。その背景から、東京の味、懐かしの味、昭和の味などといった情緒的な味覚表現が用いられることもあり、発泡系飲料のビール、発泡酒や焼酎割り飲料のサワーにはない。 ホッピー独特の味を作り出すための原材料と独自ノウハウを用いて製造されている。黒ビールに相当する黒、ホッピーホッピーブラックも存在する。ビールに含まれるプリン体がないことや、ビタミン類、必須アミノ酸などの各種成分が含まれていることから、健康志向の焼酎の割り剤とされている。他のリキュール類と相性が良く、様々な飲料スタイルに対応可能である。 前述の飲料スタイルや健康志向も含め、業務用瓶のレトロなデザインがオシャレ、苦味が少なく飲みやすい、好みのアルコール濃度に調整できるなどの理由により2000年代には女性の支持も広まりつつある。創業者の石渡修が、本物のホップを使った本物のロンビアとの意味を込めて、ホッピーと名付けようとした。発音しづらいため、ホッピーとなった。 ホッピーのロゴは1967年昭和42年頃に社内工房で生まれた。一人の女性社員にデザイナーの夫がいて晩酌をしながらデザインを書き、その社員が応募したものが採用された。その後、1972年昭和47年にロゴが印刷されたオリジナルボトルが登場した。ボトルのデザインはアメリカのビール瓶と形が似ている。 昭和20年代にホッピーが売れすぎて当時貴重なガラス瓶が不足した際、赤坂の中流軍兵士が上院していたアメリカのビール瓶に注目、入手してホッピーのボトルに使用したことが由来となっている。ホッピーは日本の吸収税法時代にその製法を免許されているため、例えば工程中に製品アルコール濃度が1%を超過するなど、 現行酒税法では認められていない製法での製造が唯一可能な飲料ある。製品には0.8%のアルコール分が含まれているが1%未満のため、清涼飲料水の扱いとなっている。この製法により1%未満ではあるがアルコールが含まれているため、飲用者の体質や飲用の本数によっては、国旗中のアルコール濃度が上昇し、式予備運転になる。 場合ももあるるここののとは製造元の公式サイトでも告知されているビールが高級品扱いだった大正時代末期に代用品としてのノンアルコールビール、ノンビアがブームとなった。ただ、技術や材料の不足で質の悪いものが多く流通していた。当時赤坂でラムネサイダーなどの清涼飲料水製造販売。 注水車を営んでいた創業者の石渡州に、ノンビアを作ってほしいとの要望が寄せられるようになった。しかし、石渡は、質の良い、本物のノンビアを作りたい一心から、製造に使用する材料が揃わずにスタートすることには、難色を示していた。1926年、大正15年、長野県野沢に清涼飲料会社を、設立し別工場を構えた際、 その地に当時入手困難であったホップの畑があるのを偶然発見。それにより材料の入手確保に目処が立ったこともあり、本物のノンビアが作れるとノンアルコールビールの研究開発に着手する。昭和に入ると次第に戦時色が濃くなり、戦火を逃れるために拠点を一度赤坂から野沢に移して開発を続けた。そして終戦戦火を逃れた 製造設備をそれと同時に野沢から赤坂に戻し開発が完了していたホッピーの製造を開始し1948年7月15日に発売発売当時新橋で販売したところビールが高根の花だったことから焼酎をホッピーで割る飲み方が街で自然と生まれビールの代用品の焼酎割り飲料として爆発的に売れ 生よりうまいホッピービアと言われることもあった。1956年、昭和31年、ホッピーの製造特許を取得。1960年、昭和35年、ビール様製量飲料水のもろみ製造免許を取得。1970年、昭和45年、ホッピーの製造をしている赤坂工場付近の都市開発が進んだため閉鎖。事業規模拡大。 作り設備装置の近代化、水質面などの理由から、調布市に工場を移転した。その後、ドイツ産直輸入ホップの使用、1977年などリニューアルを行い、昭和50年代に、東京の街で再度大きな人気を得て1981年、昭和56年には1日に20万本を売るまでに、成長し、その時期の売り上げのピークを迎えた。しかし、 1980年、昭和55年に、広し水車が発売した、柑橘系炭酸飲料、ハイサワーが爆発的に売れ、焼酎の割り材の需要が柑橘系等の炭酸飲料に大きく移行っていったことや他の商品に押され、ホッピーは長い低迷期に入る。1980年代中盤、社長はホッピーが売れない状況は仕方がないと割り切り、原点である。 品質へのこだわり、品質向上を掲げた。同社が持っていた技術や、設備や工房等が、全体的に陳腐化していたため、大幅な刷新を図った。ろ過器を、ビール製造仕様の本格的なタイプへ変更、爆芽やホップを煮沸して、爆汁を取る機械の近代化、985年、大手ビールメーカーから、優秀な技術者をスカウト、 その技術者に酵母が衰退していることを指摘され、ドイツのミュンヘン大学にある何千種類の酵母の中から、ホッピーにあったものを購入、1985年するなどの取り組みを行ったことにより、ホッピーの品質は格段に向上した。しかし、そのような努力も、ホッピーの売上向上にはなかなかつながらず、ホッピーの低迷期は1990年代後半まで続き、 その間は、サワー用の炭酸飲料や1995年に製造販売を始めたチビールが主軸となって、同社を支えてきた。1990年代中盤以降、同社は国家飲料株式会社をホッピービバレッジ株式会社に社名変更するなど、ブランドイメージを変えようとする試みを始めた。1998年に市場調査を行ったところ、 ホッピーブランドの認知度は非常に高かったが、その反面若い世代から集まったイメージは非常に悪い結果が出た。そのマイナスのイメージを払拭するために、1999年に新商品企画、若い世代向けとして、あらかじめホッピーを焼酎で割って緑色のボトルに入れたホッピーイを発売した。折しも当時は低価格缶ハイや発泡酒の人気が、 盛り上がってきた時期で、焼酎割り状態のホッピーが欲しいという客の声があったことから期待された。しかし、アルコール飲料として大手メーカーと競合する厳しい市場展開となってしまい、マーケティング戦略の甘さや企業規模的に巨額の宣伝費をかけることができない事情から、知名度も上がらず上も大きく低迷。1、霊円の赤字を出し結果的に、ホッピー杯は失敗に終わった。 新商品にに失敗ししたた。同社は、インターネットに着目した1990年代後半に、ホッピーの非公式ファンサイトが誕生しており、また、ホッピーはどこで買えるのか、ホッピーはどこで飲めるのか、とう問い合わせがあり、ホッピーの潜在的需要があると感じ、低予算で効果が高い方法として、インターネットを活用した広告戦略を展開。1999年、 平成11年に当時としては先進的なコーポレートサイト、ホッピービバレッジ公式サイトを開設した。これがワールドビジネスサテライトやタモリクラブで紹介され、さらに宣伝効果を上げた。また創業者の3代目である石渡美奈、ホッピーミーナが副社長に就任以降、2010年、平成22年に社長に就任。 1990年代後半2000年代発売に社内改革を行い、成果が出てきたこと、道路交通法改正による飲酒運転の厳罰化により、ノンアルコールビールが見直されたこと、低カロリー、低糖質、プリン体ゼロであることが健康志向に見合ったこと、2004年、平成18年以降のレトロブーム、トラックの車体全体に、ホッピーの広告を表示した、ホッピトラを、 運送も兼ねて都心に走らせる広告戦略、ホッピーに対して新しいイメージが形成されことなどの要因や背景もあって、ホッピーの売上は回復、さらに上昇し2003年、平成15年以降、4年連続で過去最高の売上高を更新している。また、それまで東京近辺に泊まっていた需要も東京に赴任してホッピーに馴染んだ人や、 インターネットでの口コミ情報によって近畿地方などその他の地方にも拡大しつつある。BSTBS の番組吉田類の酒場放浪記では吉田類がホッピーを飲む光景がしばしば放映されている。飲食店向け業務用商品リターナブル便使用。関東圏の飲食店を中心に地方の飲食店や一部の種類小売店、リカーショップなどでも流通。 内容量はいずれも 360ml 一般向け商品ワンウェイボトル仕様内容量はいずれも 330ml アルコール度数25度の焼酎の分量1に対してホッピーの分量ごとなるように割れるとアルコール度数約4.166%の飲料ができる店によっては 焼酎の分量が多いなどの理由で、アルコール度数が公式ウェブサイトで述べられている、数値よりも高くなる場合がある。また焼酎に、類上酎を使用することは、美味しい飲み方とされる。東京近郊の居酒屋や立ち飲み屋などでは、場合によっては焼酎を入れたグラスやジョッキと、瓶入りのホッピーが提供され、客がグラスやジョッキに、ホッピーを注ぎ入れて、飲むようになっている。 その場合、焼酎を中、ホッピーを外と呼ぶことがある。ホッピーが残っているといった場合に焼酎を追加注文する際には中を代わりと注文し、ホッピーを追加注文する際は外を代わりと注文する。なお、店によってはホッピーをサーバーで提供しており、その場合は中や外という注文はできない。また、ホッピーに輪切りのレモンを浮かべる店や、 シャーベット状に凍らせた焼酎を用いる店、焼酎の代わりに、ジン、ジョニー・ウォーカー、ウィスキー、泡盛りの古酒、クースなどを用いたり、ホッピーをベースに作ったカクテルを供する店も存在する。テレビ朝日系、タモリクラブの2013年4月19日深夜、放送分、テレビ朝日での放送日では、ホッピーの浮気相手を探そう。おテーマに、 焼酎以外でホッピーと相性のいい酒は何かを検証する画が,が放送され、イタリア原産のレモンのリキュール、リモンチェットが浮気相手に認定された。ちなみに、この回の収録場所となった居酒屋では、後にリモンチェットを使用したホッピーがメニューに加えられた。ホッピービバレッジの公式ウェブサイトには、以下のホッピーの飲み方が掲載されている。他に、以下の飲み方がある。 ホッピーに使用する、高類上駐として、三重県四日市市の宮崎本店、金未や焼駐が、相性が良いとされている。これは、昭和20年代、東京都内の飲食店向けに、ホッピーを販売していた、種類販売会社、ホッピーと一緒の使用を進めたことが由来とされ、2000年代以降も、東京下町界隈で、金未や上駐は、その強さを維持している。 またこの焼酎は、ノンベイマンがほろよい酒棒長尾智久で取り上げられている。同類のノンアルコール飲料、焼酎等の割り材として、ハイピー、広し水車がある。ホッピーを意識して、独自の特徴を押し出しており、ホップ入りや泡立ちの良さを強調していたり、ホッピーでは、不要とされている氷の使用を推奨していたり、ホッピーにはないレモンテイスト味をメインとしている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。